レイラです。ミナです。メイです。マリアです。ピナです。ピンク、ラテ、TB、始まるよ。はい、本日はおすすめのスマホケース紹介です。どうしたの？なんか手がこっから。なんだなんだ。ということで、はい、お久しぶりのスマホケース紹介なんですけど、はい、皆さん、1年ぶり？前回結構好評でしたよね。そうですね、あ、確かに、はい、多分入って覚えてない。マリアちゃんがまだ入ってきてない時にアリアちゃんがいて、あ、じゃあ1年以上前ですね。そうですね。そのおすすめのスマホケース、うん、早速紹介していきましょう。わーっとどうぞ。わかりにくかったね。じゃあバッキバキにして、正義のようにさせました。あ、雷をね、受けそれで、新しいが強くなるみたいなやつ、うん、最新機種っていうの、うん、買ってくださいお願いしますね。じゃあ誕生日とクリスマスねみたいな感じで言われて、そのまでの期間、今古い携帯を使ってて iPhone8 とか7かどっちかなんですけど、これなんですね。なんかかわいい。かわいいよ。こうやって持ってる時はさ、かわいいんだよ結構。目合うもん。かわいいねそれみたいな。でしょとか言ってこうやって見せると、なんかキモいみたいな。キモいみたいな。これ、そこなんですよね問題は。それは、アヒル？アヒルかわからないですけど、シーンで買いました。でも、猫耳生えてるよね。猫なの？アヒルなの？どっち？実はこれ、チェーンが通ってたんですよ。チェーン外してこうなったんですけど、マジなんか猫みたいな。猫なのかアヒルなのか、なんかでも、手か足かなんか猫が入ってるらしいんで。何なんでしょうね。なんか、iPhone 8ってさ、可愛いのあるのに。センスいいね。センスいいね。センスで可愛い。じゃあこれで今度インスタの声とかかっこいい。私も感じたのかなって思います。口をちゃんと出してくれ。ポイントだけ。みんな楽しみに。楽しみに。次マリアちゃんお願いします。はい、マリアもユナちゃんと同じくシーンです。おしゃれな人気で、同じシーンでこれだよ。これだよ、これだよ。でもシーンに見えない。見えない。これは、開けるで、マリアここになんかちっちゃいポケットがあるから、スイカとか新幹線の切符とかを入れてるんですけど、ここに金具がついてて輪っかみたいなのつけれるから落ちなくていいんですけど、取れちゃって バキバキになりました。バキ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 階段で、はい、ブラン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 してたら、それはちょっとそりゃそう、ブチッてゴロ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 っていっちゃって、なんか割れました。はい、褒めてなのか、ぜひ真似してください。かわいい、かわいい、かわいい。機種は何ですか？機種は iPhone 12。 いいの？いいね。じゃあ次、めいちゃんお願いします。これを3つ持ってきました。はい、すべてシーンです。みんなシーンよね。プチプラがね、あんまお金とかないんで、ね、かわいいのね。そうそうそう。で、1つ目がちょっと何で買ったかあんま覚えてないんですけど、なんか水色がまあ好きなんで、なんか水色のスマホケース探してたらなんか出てきて買ったんですけど、なんか書いてあって、めっちゃ面白い。一期一会そうって。どういう意味なのか。一期一会は分かる、そうっぽいってこと。あっちっぽいみたいな。これに出会えたことが一期一会っぽくねみたいな。
なんかあんなちょっとわかんないんですけど、女の子のデザインとか、うん、顔が好きで、ね、イベントごととかある日とか家で使いますね、これは。うん、あんま外に持ってたことはないかもしれない。ちょっとごめんけど。恥ずかしい顔。ちょっと水色すぎた思ってたより。なのでお家用みたいなとこあります。二つ目がクマさん。可愛い。白クマ。これさ、あれつけてた時ここにプリクラ入ってた、ね。あ、そうそうそう。これ透明だからプリクラとか挟めて可愛く見えてたし、なんかひょっこりしてて可愛かった。可愛い。お気に入りです。これ可愛いです。なんかキャワイさんいる。キャワイいね。キャワイし。やだよ。ねえ自分じゃ。せーのではいひょっこりだ。この子がこのこちらの携帯のスマホケース見て。地味に言ってたんだけど全然聞いてなかった伝えてカメラに3つ目です。これかわいい。そう、かわいいギャルイで。確かにギャルイで今っぽ。そう、なんかここハートになってて、なんかここ私プリクラ挟むの大好きだから透明を結構使うんですけど、うん、プリクラも挟めてでめっちゃハートがかわいいっていう。ギャルイで。そうで、これがなんか分かったこれあの鏡越しとかに撮ったりするじゃん、めっちゃおしゃれに見えるんですよ。ここキラキラしちゃって。でもなんか実はここにも縁通りでラメあったんですけど全部あれあれあれ使い方がちょっと雑くてスキップすると出るよね。スマホケースは、まあ、生き残りがこの感じなんですけどスズちゃん剥がれてくるなのでこの3つがお気に入りですね。メイの3つでした。機種は何ですか？イレブンです。イレブン、はい。じゃあ次、ゆずはちゃんお願いします。お願いします。はい、これは去年を紹介してチョウチョとラメが可愛いやつ。可愛い、うん、エンズ、うん、そう、あ、可愛いうん、なんかゆなちゃんが聞いてたよね、うん、めっちゃ聞いてたねはい、ということで、はい、次行きました。次これはあんまり覚えてないな、みんな覚えてないあんまり覚えてないけど、多分なんかスマホを全部黒統一してて、多分その時に買ったんだと思う。どこで買ったの？黒の。多分シーンに買った気がします。いや、しないですよ。ここは使います。ここは使います。はい、で次これは、あ、これはただの透明のケースなんですけど、透明のやつにこれ挟んでるだけ。あ、ごめんねこれ挟んであ、見ました、ありがとう。透明のやつに、え、なんかステッカーじゃなくて本当は、あ、ここに紐がつけるやつなんだけど、ステッカーに、これステッカーじゃないの。何ですか、これだよ。ステッカーにしてんだ。そうそうそうそのキャラクターは既存ですか。でこれはあの西西西そうそうそうのライブ行った時に、買ってて可愛い。切れちゃったみたいな、まあ、切れちゃったもうカットで、はい、全部カットしないよ。もう終わらせないよ。次はレイラのスマホのケースを紹介したいと思います。私が鳥ですから。あ、そう私が使っているのはこんな感じです。じゃあね、これのさ、そうそうそう、見て、これだったの。本当はこれだったの。これだったの。あ、そういうこと。ここが切れちゃって。あ、そういうこと。そう、伝わったかな、伝わったかな。いいとして、はい、いいとして、で、このスマホケースは携帯のケース屋さんみたいなのあるじゃないですか、あそこでとりあえず買いました。でもお気に入りです、ちょっと黒とピンクでブラックピンクみたいな、ブラックピンクさんのようなちょっとイメージかわいいにしてます。はい、このついてる2つが両方ともプラザで買ったものなんですけど、まあ私あの一回携帯をなくしたことがありまして、あのどこになくしたかと言いますと、トイレなんですね。はい。棚、あるよね、なんか置く台みたいな。そうなんですが、そこに置いちゃって、置いちゃって、忘れちゃ
同じく雷が落ちますよね。落ちましたので、ね、紐をということに。紐今までおしゃれのためだったけど、そうなんです。今はもうガチで本当に必要なものなので、あのこちらつけております。結構めっちゃもういいですこれは。うん、あ、いいめっちゃいい。しかもつけるのも簡単なんですよ。で、去年に紹介したやつは、もうついてた、もうついてたんで、携帯と一緒についてたんですけど、これは取り外しができる。便利。ということは、ケースを変えてもこれを永遠とつけられるというわけなんです。なるほどね。これはおすすめです。はい。プラダです。プラダです。はい。はい、次これ。これは、あの、木でつけてます。ケアベアのぬいぐるみさんなんですけど、耳ついてる。そう、多分、今年はうさぎ年じゃないですか。あ、なので多分発売されたんだと思うんですけど、可愛くないです。超可愛い。いつもクマだったから。そう。うさぎに。そう、うさぎちょっと可愛すぎないということで、お尻にハートがついてます。ハートがついてます。可愛いね。可愛いですね。これもさ、珍しいでしょ。これお腹のシンボルマークはあのみんな違います。そうなの。はい。可愛い。可愛い。可愛いですね。こちらを折ります。はい。こちらもプラザです。はい、プラザ。全部プラザです。はい。プラザ大好きです。え、機種は何ですか？これは新しくない？14 Pro。 え、最新じゃん。超いいの。画質めっちゃいい。うわ、これは最近買いました。うん、機種は最近買えて、最近なくしたんだ。あ、前の機種で、なくしたっけ。見つかって、見つかって変えた。うん、めっちゃ画質いいので、ぜひぜひぜひ。結構高めの買い物だ。高めです。ケースはあのこれは 2,3 千円ぐらいでした。うん、以上です。はーい、オッケーできてますね。最近ケースにこだわってないところがもう、あ、わかる。なんか買ったらずっとこれみたいな。あ、そう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 、余分なところに置いちゃうから。そうそうそう、お風呂にも持ってきますから。なんでだろうね、昔は良かったのに。そうそう、お風呂に持ってきて、気温がちょっと、そう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 、温度変わりながら、だからなんかお風呂に置けるスピーカーとか、うん、欲しいよね。皆さん、なんか一緒の音かありますか、それとか。結構、オスのとかね。どうなんだろう、シーンとか。シーン、シーンが多いから、これとか。うん、これそろっちゃう。そうね、いる、いるよ、いるいるよ、いる。これにそう。あ、うん、結構人気だったらしくて、ね、レイラちゃん、レイラちゃんって感じの、すごいレイラちゃん感じてる。部屋あるだけでレイラって感じ。なんかこれないとなんかまたちょっと寂しい感じ。確かに、ね、私もぶら下げてこうやってきました。可愛かったの、登場した時に。みんなのさ、なんかどこで携帯ケース買ってるのかめっちゃ知りたい。あ、それはそう、買いに行けたいんだよ。シーンしか分かんないから、みんなと被らない系のやつで、まあ、そうそうそう、教えてください。これこれ、さっきがこれちっちゃい。もうカメラ気にしないですよ。個人的な会話しかけてもらってます。後でやってたよ、たくさんないようにしましょう。はい、はい、もしこの動画がいいと思ったら、高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。